今のこの大阪、大阪の維新さんの政策っていうのは本当に優生思想につながっていってしまう。弱いものは朽ちていく、強いものは生き残っていく。もうそれって本当に私はやめにしたい。だから自分のね、名前とかけてね、うまいこと言うやんって思ってると思うんですよ皆さん。でもね、本気なんです。私、愛ある大阪取り戻したいんですよ。全然愛がない。新型コロナが流行った時、東京の方が当然人口が多い、東京の方がたくさんの人が感染してるのに、お亡くなりになったの大阪が一番多かったんですね。しかも大阪市内が最悪だった。じゃあその時いろんな理由がありますよ。保健所削ってきたとか、職員削ってきたとか、いろいろあるんですけども、何やってたんって言ったら、カジノ万博 IR やってたんですよ。でその資料をね、あればいいんですけど、要はその人手が全然足りなかったんですよ、大阪全体で。コロナ対応、コロナ対応足りないのに、しっかりとそのコロナ対応と同じ人数ぐらいカジノ IR 推進局みたいなところに人回してるんですよ。でこれってすごくひどい話だなと思っていて、でたくさんの方がお亡くなりになった。そうなった時に維新の議員さん何を言ったかって言ったら、いやいや、あの他の県とあんまり変わらへんでって、大阪ばっかり悪いこと言うけどって逆ギレですよね。まあ中の中か、まあちょっとゲーかなぐらいな感じのことを言って、人一人の命をね、なんと思ってるんだって。きっと自分のおじいちゃんとかおばあちゃんが亡くなることはないって思ってるんですよ。きっと多分そうですよ。それなりに治療が受けれるんでしょう。でも実際大阪っていうのは高齢者施設の救急車呼ぶのを止めたんですね。もうクラスター発生しまくってるから、もう呼ばんといてって、手回ってないからって。もうこれって完全に優生思想の始まりです。で吉村さんの口から出た言葉、私は一生忘れない。トリアージっていう言葉が出た。これは政治家とかが絶対使ってはいけない言葉です。命の選別を勝手にしてるんですよ。若い人たちに人工呼吸器回してねって、どの立場で言ってるんですかっていう話で、私はもちろんね、令和新選組の経済政策、消費税廃止ももちろんやっていきたいんですが、みんなで経済が良くなって心の余裕ができた時に命の問題やりたいんです。トリアージ、命の選別、絶対これを許してはいけない。なんかみんなってね、生まれようと思って生まれてないでしょ。気づいたら生まれてたでしょ。で私も気づいたら八幡愛だった。で物心ついて、あ、家ってこんな感じなんやなって思って、それなりに人生が始まっていくわけです。で気づいた時に生まれてるってことに、そこにもう正解がある。絶対自分で命を終わらせるようなことはしてはいけないんですよ。だって生まれようと思って生まれてないんだから、自分で死のうと思ったらダメなんですよ。さらにその死、人の寿命っていうものを誰かが決めてはいけないんですよ。その人自身のものだから。だから当然人を殺すのなんて絶対ダメ。人を、この人はもう年いったから死んでもいいよっていうのも絶対ダメ。でそこに介入するっていうのもおこがましい。人は毎日命を燃やし続けてるんですよ。燃やし続けてるところに誰かが介入していくって本当におこがましいんですね。で私は世の中がどんどんおかしくなっているっていう時に、やっぱり生と死の問題がだいぶみんなの中で薄くなっているところに要因があると思います。で私たちはね、誰もが生きててよかったって思える社会を目指したい。もうここに言葉集約されるんですけど、おこがましくあったらダメなんです。今の維新の政治みたいな、我思うから我ありみたいな言葉ってあると思うんですけど、私はあんまりその言葉好きじゃなくて、要は自分の意識がある以上は自分の存在っていうものは証明できるんだっていうことなんですけど、ちょっと違うと思ってて、で人間の体って箱なんですよ。ただただたまたまその箱に生まれてきただけ。それが、まあ、車とかと一緒ですよ。たまたま燃費が良かったとか、たまたまちょっとなんか不自由なところがあったとか、めっちゃスピード出るとか、それ別に私たち選んで生まれてきたことがない。与えられたところにそこに存在してるんですね。存在しててその後に頭がついてくるんですよ。だから我があるからその後に思うんですね。でそれを自分が脳みそばっかりが大きくなって、なんかこう勘違いしだしてるのが今の政治だと思っています。私たちは生かされてるんですよ。細胞とか、なんだろう、自分たちで心臓を動かそうと思って動かしてるわけじゃないと思う。24時間ずっと動いてるんですよ。でその中でね、食べたものを一生懸命消化してる細胞たちがいるんですよ。で次の日に備えてるんですよ。
で、それって私たちの意思でやってないんですよ。勝手にやってるんですよ。でも脳みそばっかりが偉くなっちゃって、なんか自分は生きてやってるとか、なんか自分はここにあって当然だみたいな、我思う、だから我ここにありみたいな感じになる。でそれを行くと、そういう世界が行き着くと今の大阪みたいになっちゃうんですね。私たちはそこに存在しているだけでいい。存在してるから、その後に脳みそがついてくる。でこれを私は徹底して追求していきたいなって政治を通して思いました。決しておこがましくなってはいけない。上から目線の政治っていうのは絶対ダメ。いろんな人がいるんだから、みんなで補い合いながら、この日本っていう国を良くしていかないといけない。自分がいつ倒れるかもわからないし、だから決してその偉そうな政治っていうのを私はやめたいと思っています。ありがとうございます。